11時5分、河原露天風呂に向かいます。この先に河原露天風呂があります。線路沿いの歩道、結構長い距離歩きます。この建物は以前は加熱温泉旅館として営業していたみたいです。ここから河原に降りていきます。結構急な階段を降りていきます。到着。河原露天風呂といっても温浴施設があるわけではありません。河原自体が温泉なのです。この河原のどこを掘っても温泉が出てきます。プライベート露天風呂を楽しむことができます。さすがに開放的な場所なので、ここで露天風呂に入るにはかなり勇気が必要です。ここは水ではなくお湯でした。
に岩風呂があります。さすがに入ってはいませんが、手をつけたところ良い加減でした。ここで購入してきた弁当を食べました。この景色の中で食べる弁当は格別ですね。飲み物は黒部の天然水です。結構観光客はいるのですが、さすがに露天風呂に入っている人はいませんでした。みんな穴を掘って足湯にしていました。ここでドローンを飛ばしたかったのですが、谷になっている場所だからか GPS 信号を受信できず、飛ばすのを断念しました。少し風が強くなってくると木の葉が舞い落ちてすごく綺麗でした。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。